なんとも穏やかな日常が広がっています。でも気をつけてください。怪異は常に日常の中に身を潜め、君の平穏を狙っているのですから。誰も知らない、知られてはならない怪談、それが七種怪談。本日のお話は、学校から石を蹴って家に帰ったことってありませんか？今回のお話は、不用意に石を蹴ってしまったためにとてつもない恐怖を体験することになる男の子のお話です。ナナシ、絶好調だな。まあな、明日が楽しみだぜ。どうしたの、ここ？ボン、何か感じる。じゃあな、ナナシ、明日の試合も絶対シュート決めてくれよ。オーケー、バイバイ。君、蹴るのうまいね。びっくりした。って、誰だお前。でもさ、その石道から外さないで家まで蹴っていくのは無理だよね。これでも俺、一応サッカーやってるんだけど。本当に？家まで蹴っていけるの？余裕だぜ。そのぐらいのことやってやるよ。契約成立。その線からはみ出さずに家まで石を蹴っていければ君の勝ちだ。でも万が一石がはみ出したら。はみ出したらどうなる？待ちなさい、石蹴り小僧。予感的中。なんだこれ、結界？そう、契約が成立したらこの中には誰も入れない。それがルールだからね。さあ、蹴って。さあ、この線からはみ出さなきゃいいんだろ。蹴れ蹴れ、楽勝。蹴れ、さあ蹴れ。いける、いけるよ、ナナシ君。どんどん蹴れ。おい、線が狭くなってるじゃんか。これもルールだよ。でもできるって言ったの君だし。ナナシ君、落ち着いて。蹴れ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 。あ、さっき言い忘れたけど、石がはみ出したら君の大切なものもらうからね。まずい、恐怖で体が。ボン、恐怖って何？ゲレ。ああ、危なかった。大切なものってなんだよ、まさか命とか。これ以上は蹴れない。なんで？早く蹴ればいいのに。バカ、試合放棄か。まあそれでも僕は構わないけど。君から奪うだけだから。あと少しだよ。でも、もしコースから外れたら。明日の試合のために猛練習してきたんだよね。お家の人も美味しいご飯用意して待ってるよ。ナナシ、今夜のご飯なんだと思う？え、試合前はいつも験担ぎでカツカレーだと思うけど。じゃあ僕は甘口でヒレカツね。注文多いな。って、高校の試合じゃないでしょ。じゃあな、ナナシ、明日の試合も絶対シュート決めてくれよ。オーケー、バイバイ。大丈夫、俺ならできる。ナイスキック。いっけが溶けた。よっしゃ、そいつをよこせ。ここ任せた。任された。
うつしおにあだ名水行の者、大使の息吹にその身をさらし、大気で汚れを打ち払え。時計検証石蹴り小僧が欲しかったものって。試合前はやっぱこれだね。おいしい。辛い。甘口って言ったのに。コウコ、わがまま言わない。もし石が線からはみ出していたら、彼は何を奪われていたのでしょうか。命、それとも。皆さん、石切り小僧に出会ったら、くれぐれも覚悟を決めてから石を蹴るようにしてくださいね。